こんにちは。ちょっと俺死ぬほど弱いんだけど、何これ。なあ、強いんじゃねえのかよこのキャラ。強いって聞いてたのに。課金で強くなりましたか。いやー別に変わんねえこのゲーム装備1個や2つ買ったところで何も変わんねえぞ。あっか、これ俺5000円で買ったんだけど、買ってよかったな。配信外で買ったけど、なポイント付与されてたから買っちゃったわ。別に装備変えたところで大して変わんねえぞ。スキルレベルとか上げる方が大事だと思うわ。もう弱すぎて生きていけない俺。何もできないがん、このキャラ。火力もねえし、お邪魔キャラやん、ただの。 SNS みんなログインしてる。クエストをやってくれてるのはみんな。うめえ、ポイントめっちゃもらえるわ。うめえ、ごち。あ、ログイン率結構あるじゃん。オンライン44人、すげえな、やる気あんな。つうか、うち、強えやついるんだよな。この人じゃね、今、うちで一番やってるやつ。なんか、よくわかんないけど、結構強いやつ入ってんだよな、なぜか、うち。討伐ってなんだよ。なんか討伐とか、なんかすごいやついるんだけど、結構。ほら、この辺結構やってるやつらいるよ。ちなみに僕は一番やってないですね。このギルドで一番今、ログインでやってないやつ、俺ですね。貢献度148。何もしてない。武器変えようかな。お手軽に強いのってなんだろうな。スキル見直して組んでみようかな。自分でスキル一覧とにらめっこして。赤色、海外で紹介されてるメタって極まった上での話なんだよな、装備とかが。オーバーウォッチだって上位体はマクリー使われてたけど、海では新メタルとかエイム必要ないやつが圧倒的に猛威を振るうじゃん。メタが違うじゃん。まだ始まったばっかりのゲームだから俺たちは下位なんだよね。プロがこれを使ってるからこれを真似するって、どうしてそれが MMO にも当てはまらないと思うのか。そう思いません？むかつくな。課金で済ますんだったら全部課金するんだけどな。あー、買いましたよ。てか武器と、ほら、もう買いましたよ。まず海外の情報サイト見たら最終装備候補にあったんで、これも安く売ってたんで、この2つを買いました。これ結構最終装備候補に入ってた、この2つは。さすがに最終装備候補に入ってないやつは買ってないけど、よくわからんけど、これ入れてるビルド多かったね。入れてる人多かったね、ビルド一覧に。もしかして値上がるかもしれない、後に。これでなんぼ、1箇所でも3000ぐらいじゃない。これは武器と盾は冗談抜きで2万円ぐらいしたけど、剣は1万5000円ぐらいかな。このワンド2万円ぐらいしましたね、マジな話。2万言い過ぎか。いや2万でしたね。買っちゃった買っちゃった。だからこれしばらく、これの次なんだよね。もうこれの次は最終武器はもうこっから飛ぶんだけど、このつなぎとして使うみたい。これはもうつなぎとして絶対使うっぽい。絶対てか、まあ使うっぽい。これの次マジ強いやつ飛ぶんだけど、それまでは多分これ使うんだよね。もう買ってしまったわ。だからどうせゴミになる。いや最終的にゴミになる、これは。まあでもよくね、今が良ければ。でもせ、買ったけどそんな強くないんだから残念ながらね、そんな強くないんですよこれ。別に弱くはないけど、別にそんな強くない。まだ弱くはない。例えばこのデスセンテンスマスクとか、これなんかみんな使ってんだよね。セット装備捨ててこれ使ってんだよね。理由はわからない。でも素材がないからやめた、買うの。現物がないから。なんかよくわかんないけどこれ買ってんだよみんな。 PVP も PVE もこれつけてる人多いっぽい。まあどこまで新しい情報かわかんないから知らんけどな。これ一応でもダンジョンに出るんだよね。すげえ。これ5万円ですねこれつまり5万円です。2万ポイントってことは、たけえたけえ、1本5万円です。これ課金で買ったら5万円です。ああ、でもこれ俺持ってるんですか。これ俺半額で買ったよ。1万ポイントで買ったよこれ。2万円ぐらいかな。これお得だったわ。いやこれお得でしたわ。いやだから両手剣がさ売ってんのよ。俺マジ両手剣気になって仕方ないな。もう俺両手剣しようかな。なんかメタないかな。なんかそんなに極まってないやつが使ってもある程度役に立てるみたいな装備あると思うんだよ。ある程度役割をこなせるみたいな。まあ、でもそれってヒーラーなのかな。あ、待って、殺さないで。
待って待って、一発殴らして、お願いお願い、待って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 くれ待ってくれ待て待て、よし間に合った、こうしてもいいぞ。オッケー、1進んだ。これなんだ、待っとけば湧くのか、ここで。よくわかんないけど、ここで待っとけば湧くみたい。いいか、殺しても、俺は優しいからね、優しいから、これで待ってあげるんですよ俺は。メンテやめてほしいわ、メンテ中やることねえよ。カッパ無理だな、今季カッパ無理やわ、舐めてた、取れるわけがない、諦めた俺はもう、はっきり言って諦めました、無理でした。ボス狩りだって 1しか進んでないもん俺、無理だね、僕だから今季無理っす。やっぱカッパ行く前に飽きた。まあ慣れてはいねえけど、まあでもカッパおもんないな、なんかボス狩りとかそういう止まり方すんのマジおもんないよな、だいたいボス系で止まんの。そもそもいねえってのかな、ゼロパーのまま止まり続けるのだるいよな、だいたいボス狩りで俺やめちゃうな。一回だけボス狩り終わった時あったんだけど、あの時もうちょっとボス湧いてたんだけどな。頼む、紫装備出してくれ、ちゃんと使えるやつ、ちゃんと使える紫装備出してくれ。このゲームのトレハン要素おもろい、わかんない、俺現物とかどんぐらいの確率出るかわかんないからな。まあでも、もしドロップで全部の種類のアイテムが出るとしたら、まあ割と装備は相当差つくね。まあありえないような、10人いて1人を殺せないとかそういうレベルの装備差ではないと思うけど、フィールドにいるモンスターはどういうもの落とすんだろうな。こういうの落とす。強くね？これレイドボスか？これフィールドボスか普通の。こいつは？あーでもゴミしか落とさないな。特急レジスタンスしか落とさないんだ。まあ今現状は強いですけどね、これ。現状だと強い。ワールドボス装備一択。いや、ワールドボス装備はそりゃ一択だよ。そりゃ一択。これはガチ。でもね、手に入りません。ワールドボスの装備なんて俺持ったことないな、どの MMO でも。そりゃ一択だけど、それを手に入れられるやつってもう限られてるからな。あー、いらねいらね。あ、かなえ帝国ギルドから来た、かなえくんとこだよなこれ受けとこう。え、ケルノボーグの残首と俺どうしたの？んでば売りなよ。カナエ帝国から来た。応答しとくわ。これでうちはいいね。まあ俺が作るのもあれだ。俺以上増やしてもって話だったから、まあ、作ってあげたいんだけど。総勢有効クラン含めて200いくつ ？270 ほどの勢力になったのかもしれない。しかし烏合の衆です。すげえ、みんな俺がクエストやった間今ひっそりとボス行ってたんだね。で紫出たらしい。これ俺が今日1万8000ぐらいで買ったやつですね。現金1万8000で買った武器っすね。おめでとうございます。とりあえずこれユニクロっぽいんでもう買っちゃったよ。1万8000のユニクロだよ。俺現実でも1万8000の服なんて着ないからね。着たことないからね。5年間履いてるジーパンがちょっと高いぐらいだから、もうこの俺のこのキャラクター、俺が現実で着てる服装より高いっす、高いっす装備。